こんにちは、トコチャンネルです。今日はミンネでフェアリーガーデンさんというところからペーパーをたくさん買ったので紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではね、見えないかな。フェアリーガーデンさんね、ちょっとピンボケしてるかもしれませんけど、こちらで買いました。で、これはね、バレンタイン のファイル作るのに欲しいなと思って、ちょっとここだとかぶっちゃう。と思って、ちょっとね、いつもの私のレトロアニマルの可愛いぶりから、ちょっとこう、アンティークっぽい感じのペーパーを買ってみました。これね、天使ちゃん可愛いですよね。次もね、まあこのピンクっていうのは私らしいんですけど、こういうね、かわいい、近くに見えるかな、こういうかわいい感じので、天使ちゃんがいっぱいね、かわいいでしょ。次はね、最初にこのアリスデザインを見つけたんですよ。で、買いたいなと思って見てたら、なんかバレンタインにも使えそう。バレンタイン用とは書いてなかったんですけど、書いてあるのもあったんですけど、バレンタイン使えるかなと、このね、ハートなんか特に。可愛いなぁと思って、次もアリスちゃん。もろアリスちゃんなんですけど、こういうのをね、使って、バレンタインファイル作れたらいいなぁと思って、こちらもね、ハートとかお花の感じで、さささと案内しちゃうんですと終わるんですけど、これもね、お花とティーポット、このアンティーク調っていうのが珍しいでしょ、私にはね。もうちゃっといきますからね、ちゃっとで、こちらも天使ちゃんたち、ハートの中に天使ちゃんで、これが最後かな。四つ葉のクローバーの天使ちゃんたち。これなんかもろ半分、ね、ペーパー、表紙に使ってくださいと言わんばかりのデザインですよね。これらをね、使って、バレンタインファイル、作ってみようかと思っています。はい、今回はね、かなり短い動画になっちゃいましたけども、この今見たペーパー気に入ったなと思う方がいたらね、ミンネでフェアリーガーデンさんで検索すると出てきますのでね、よかったら皆さんも買ってみてはどうでしょうか。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。